思ってます。はい、伊藤です。ダメだよ NG は。はい、もうチンチン飲むより俺の目取るのがまずいじゃん。はい。お前これ取ったらお前禁止だろお前放送禁止。おちゃい？あ、パツン？久しぶり。久しぶり。どうしたん？パツン、ちょっと聞きたくてさ。うん。なんか職人さんとさ、なんかのマッチングのなんたらやっとかじゃん。うんうん。あれってさ、うん。そんな感じなのかっていうよりかは、ちょっと知り合いで、うん。解体屋さんをって、うん。三重県なんだけど、うん。ちょっと人若い子がちょっと困っててみたいなことを喋ってて、うん、解体屋で、解体屋でね、うん、で何かそのスタッフがその集めてるものでこうマッチングできたりするものなのかとか、どういう風な仕組みなのかとか、ちょっと分からんかったのかと思って。求人のやつだけど、落合見えでしょ。見え、そう、見え見え、四日市。俺今四日市の俺で遊びに行ってみ。いいよ、どこしよんの。ん、今セブンイレブン。いや、どこ本屋が見えるセブンイレブン。丘の上の本屋が見えるセブンイレブン。わからんわからん。店近いの。今店におる。あ、ほんなら店行くわ。うん、あ、面白そうだね。とりあえず終わったら一回連絡入れるわ。いいやろー。あ、そうなんですか。10年目以下、20年目以下。あ、そうなんですか。しかも、これすごいな。何やってるの。70店舗か20店舗やで。えぇ、ー、潰した。潰した。芸能店舗でめちゃめちゃハブ良かったけど。はい、潰れた。どうした。長所の皆さん、面白い話が大好きでございます。私は伊藤の不幸が大好物。とっても伊藤の不幸が大好きでございます。私はだからお前潰すって言ったんだよ。バカ野郎。これが YouTube だろ。めっちゃ楽しそう。出てた、出てた。え、あれ、ビャグがビャグがさ、うん、着いたぞ。はい、あ、はい、うわ、でっかでげでかいっすね。琉球ダイニング、全然そいつ沖縄じゃねえ。全然港にそうだしたぞ。すごいなこれ。こっち見たら結構雰囲気あるぞ。ショーみたいな。あ、すごいですね。うん、本当になんか沖縄来たみたいな。はい、本当は三重の四日市。四日市。三重県四日市市。おい、お疲れ様です。久しぶり。お疲れ様です。出たね。お疲れ様です。えい。久しぶり。えい。入るの？はい、中に出よ。いいよ。飯作ってよ。作れへん。休業中だぜ。マンボウ。料理、あ、ほんと？マンボウ、マンボウ。あ、休み？休み、休み。あ、三重もそうなの？そうそう。マジ？大変だね、じゃん。電気使うの？けど、まあちょっとめっちゃ汚いもんで、今。どこにおったらいいの？どこでしゃべる？屋台行こうか。ん？屋台、屋台。明るい方がいいね。めちゃくちゃ。すごいじゃん、居酒屋。めっちゃでも雰囲気ある。すげえ。わ、すごいね。すごい。めちゃ本格的やん。すごいね。こんなんやってんだ。あ、そういうことね。めちゃめちゃかっこいいじゃん。開けといて。普通にビュッフェになって、ここにゴーヤチャンプルとか置いて。うん、すごい。四日市オリオンビールビアガーデン、よろしくお願いします。オリオンビールビアガーデン。まあ、住所、名刺ちょうだい、後で。うん、渡す渡す。おお。やるやん。で、ここからチョキ取って、あ、でも自分でもう自分でついでみたいな。もう飲み放題ね。すげえ。飲み放題。めちゃくちゃいいね。うん、まあスタッフも少なくていいし、そうそう、安くできるんだ。そうそう。行くためやん、飲み放題。食べ放題、飲み放題、無制限で4,000円。え？高ない。あれ？バーボー高いやん。4,000円。四日市なの高いやん。四日市なの。4時間。こんなお前作りだよ。高いわ。
4000円高いんちゃう、同級生会だじゃん。4000円高いんちゃう、高くないよな、視聴者の皆さん、うん、食べ飲み放題6時から10時で4時間税込み4000円、1時間1000円あ、1時間1000円、何どれぐらいのもんが結構あんの、ゴヤチャンプルとか、うん、大したもんねえや、唐揚げとか大したもんねえ、1個しかないとかあっぽどぐらい儲かるやつ、儲かるやつ、儲かるやつ、相当儲かるなこれ、うん、相当儲かる、利益率 50% ぐらいだな、利益率 50% も、 とるもっといいだろう、家賃とか払って、うん、家賃とか、いや家賃とか全部払って、いやでも満席になればそれなりに、だいたいどれぐらい利益出てる、いやでも1売り上げでどれぐらいあるのここだけで、いやもうコロナだもんで、まあ、夏だけだし、そうそう、で去年もコロナじゃん、で一昨年、今年もコロナです、一昨年で言うとだいたい1ヶ月に600万とか500万とか、そで半分残る、半分以上の、半分残るんじゃん、半分ぐらい残るんじゃん、半分残らんかな、もう昔ね、何店舗やってたの、6店舗6店舗で売り上げでもどんなにあったの、売り上げは4億ぐらいじゃない、年間、年間ゲレンデの取ったよね、ゲレンデの取ったね行ったらなんて言ったら別にいいけど、もう面積折り取っていいけど、あ、面積じゃないの、もう借金を返さなくてもいいですよって法律上認められたのが面積、あ、ね、あ、破産宣告みたいでした、そうそう、破産した、そこまでぐるぐるになった、何が起きたの、そう、それをちょっと詳しく聞きたいけど、何が起きた、動画にしていい範囲で頼む、別に、まあ、なんでもいいけど、じゃあ伸びるぞ、まあ、まず飲酒が厳しくなったじゃん、うん、飲酒が、俺にはしょっともともと中学でちっちゃい酒屋だったの、はい、で俺しょっちゅう行っとったんだよね、そうそうそう、22、3で安くて、で、一人で店汗かきながらね、そうそう、2回でね、20歳の時、20歳か、20歳の時、20歳の時に13席ぐらいの店、まあ、そうだよね、100万ぐらい、100万1回100万ぐらいの売り上げかな、うん、で2階がちょっと個室になって、俺もちょこちょこ個室借り取ったんだよね、そうそうそう、ちょこめっちゃ良いなって、ケーキぐっちゃぐちゃにするし風ケーキだわけ、そういうこと言わんねまだ俺も20歳だったんですよ、そういうこと言わんねーで、その1店舗がどうなってたで、そこから七宝町って、うん、甘下七宝町で、うん、まあ、96席の店を結構大きいね、そうそう、23の時に開いて、うん、まあ、あそこだね、ラーメン屋になった、俺はそこまで知っとるわ、そう用意とったじゃん、チャボまで、あ、チャボか、七宝チャボか、七宝のチャボまでは寄ってくれとか、あ、チャボ、チャボね、そうそうそう、うん、で、そこから七宝チャボから今度26の時はこの今見たこのでかい店ね、うん、風と四万十、あ、ここで出したの、そうそう、もう4日、あ、ここに出しとったの、そうそう、3店舗目が四日市、うんうん、これ26の時、あ、ここじゃ24年からやってんだ、うん、そうそうそう、で、18年目じゃね、へぇ、ここがバカーンと儲かったもんで、うん、バカーッバカーッバカーッ、うわーっ、うわーいって、どうしよう、待って、そうそうそう、月収、あ、給料だけ200万ぐらいあった、毎月給料が、給料が200万で、現年も全部ある経費でしょ、経費で、まあ、実質300万、400万で、毎月100万ぐらい貯金残ってる、ふわすげえぐらいバカーン来て、うん、ほんで、まあ、天狗になるわね、それゲレンデも乗るわ、25のぐらいね、そうそうそう、乗るわね、まあまあ、そうやっぱり天狗になったらあかんのだな、商売はやっぱりちょっと勉強になるわ、天狗になったらあかんのだ、もうぐわー伸びてたんだ、ぐわー伸びるもんね、それは、うん、もう俺が出せばどこでも流行るわ、うん、みたいな、俺がやったらどこの店行ってもどの地域行ってやっても、まあ、流行るわみたいな、俺落ちないだぞ、そう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 、そうなったらいかんのだよ、ほんでだ、次は何だし、次が一宮、おう、まだまだ全然違うね、そう、一宮に一宮からね、うん、また風と島んちって沖縄に出して、そうそうそう、もうその時は嫌なやつだよ、多分俺、なんで、まあ、もう従業員とに対してもちょっと横柄な感じでね、まあ嫌なやつになっちゃって、まあでもみんな頑張るわ、とりあえずまだこんな結果残しとるし、うん、で、そっから今度春日井だから、あ、で、一宮の時も当たっとったの、まあ、別に最初は一宮も当たっとったね、当たっとった、ある程度、まあ、うん、そんなに赤字じゃない、赤字ではないね、おーおー、ほんで春日行った、で春日井、そっから違うわ、あの緑区行ったもん、おーおー、緑区、おー、かっこいい、おい緑区市内名古屋市内、緑区の愛用いか、あ、天白のちょっと野波らへん、おーおー、あ、いい場所じゃん、野波らへんに行って、で店出して、はい、それ何席ぐらいの店、これが多分180席ぐらい、すげえ、その場所で、うん、そうそう、家賃いくら、家賃50ぐらいだったから安かったんじゃないかな、
もう家賃と、家賃安い、席数大きい、うん、これ儲かるよねっていうような感覚に陥るわけよ。もういろんなリスクあるけど、ほんでまあそれやるじゃん。でまあそこもそんなに当たらんけど、まあ赤字ではないじゃん。でここが一番あるもんで、あ、はい、すいません、ここはもうあの資金石じゃないけど、ケツからケツから金持ってくるもんで、もう出せよ出せよで、でここで大春もそのままでしょ。で一宮、緑区でこの後春日へ、春日で5店舗で、あのちっちゃい一番最初のやつはもう畳んだ。そう、一番最初のやつは畳んで、ね、あでも5店舗、はい、そうそうそう、うん、でそこから美容院やったじゃん。え、本当？あ、そう。畑違いのこと言って、あ、もうすごいぞと。もうなっちゃっとった。経営センスバシバシだぞと。その時はもうあの結構下火に落ちそうなの。はい。飲酒も厳しくなって5店舗ぐらいやったところで飲酒でドカン出て、福岡の事件があって、なんか事故かなんか。事故がで公務員が、うん、あの酔っ払ってお釜掘って、はい、前の車の家族5人家族のうちの子供3人死んじゃったっていう事件があって、世論がいけない、もう飲酒ダメですよってなって、うん、でそこからもうあかんわね、うわ、もう酒はダメよってなってきて、郊外電車しかないので、ここだけなんだ、うん、唯一駅からこう近かったのが電車通って、あ、あとは全部車でしか行けない地域だもんで、あ、もう一気に食らったんだ。そうそう、食らってどうしようもないし、うん、これはもう飲食ダメだと、うん、で、まあ、でもお金はまだちょっと借りれるとき、うんうんうん、あ、でも要は攻めの一手っていうよりは、うん、もうなんかちょっと新しいことやらない、やらんといかん、それも飲食ダメだで、うん、で、まあ、美容院やろうと、うん、で美容師も知り合いおるし、うん、で面貸しっていう、面貸しってのは何、鏡一面いくらで貸しますよこれ。ああ、なるほどね、おお、また商売センスあるね。そう、普通に美容院出したんじゃなくて、そうそうそう、面貸ししますって箱だけ用意しちゃおう。そう、箱だけ用意して、あ、そういうことか、いくら、うん、まあその時は売り上げの何パーなのよね、うん、でそれで矢ごとにやったの、うん、おお、いい場所じゃん、一番金持ちの、ね、交差点のところでやったら、うん、まあ失敗するよねやっぱりね。なんで失敗したん。なが入らん、やっぱりあの持ちは持ち屋なんじゃないのと思う、思うね、うん、全然客入らなかった。何が、客はやっぱりちょっと矢ごとりありながら、ある程度のスタイリストが、うん、そのシャンプーから、うん、あの全部カットからブローまで全部一人の人がやります、うん、まあ、そういうあれが面貸しで流行っとって、うん、要はお客さんからしてみたら、あのシャンプーしますねって足すのがやってっていうのがないので、いいよね、そうそう、いいよね、うんうん、でそれに対してあの売り上げの何パーっていうんだけど、その売り上げの何パーの売り上げが安かったのね、カットいくらとか結構安いんだけど、低単価でやって、うん、で結局固定費と、うん、あの単価の、ああそういうことね、そこがバランスが合わんくなって、ああそういうことか、一応じゃあついたはついたんだ、美容師はついて、面は借りてくれたわけだ。そう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 、お客もついて、でその人たちも一応売り上げもあったんだけど、そうそうそう、結局固定費の方が高いので、うわ、それでやめて、うん、でまあいろんなお店が潰れてって、まあ、ここ1店舗しかなくなったんで、うん、あ、もう全部1個1個潰してたんだ。そうそう、で借金で、もうその時グリグリでしょ、あ、もう自殺したのかなとか思ったでしょ。まあ自殺までは思わんけど、うん、まあ、まあ、開き直ったよね。そう、すごいな、金返さん食っても殺されることはねえなって思って、あ、もう全然もうへこまなかった、まあ、へこ、途中まではへこむよね、最初の頃、そう、最初の 5店舗が全部なくなったわけじゃなくて、1店舗ずつ減っていくわけじゃん、うん、そう、へこむよね、そうで、従業員もいなくなって、うん、なんかこう取り残された感じになって、うん、もう嫌わ、俺があったら従業員に会いづれえなみたいな、そうそう、で、まあイケイケうん、だったもんでさ、うん、そんなね、嫌なやつやん、どっちかって言ったら、あ、伏線が嫌なやつ、こっちやだから離れてくんだって、そう、そういうのもあって、こう最後に残ったのがみたいな、もう一人とか、へ、それもやめてきみたいな、で、また一からここに、ここだけ残ったもんで、ここから、まあ、スタッフ残ってくれたの、スタッフも、あのアルバイトぐらいだね、社員もね、あの、こうアルバイトでやってくれてた子はずっと残ってくれたり、そこからまた一から、まあ、心入れ替えてやろうと、うん、どれぐらいかかったんですか、もうじゃあ美容院出してからこの1店舗最後になるまでどれぐらい、1年2年早かった、もう早いんじゃないかな、1年ぐらい、もう最後はここと美容院しか残ってなかったから、で美容院辞めてもうここしかないぐらいの感じだもんで、あ、そういうこと、でも一緒だったんだ、
そうそうやり始めてもう1年ぐらい。そう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 、もう1年ぐらいかな。早いな商売が、うん、引き換え始めたら。であとやっぱ飲食も流行りしたりもあって、うんうん、そうだよね。そうそうそう、うわ何それ破産宣告までいっとる。破産宣告までいっとる。いやでもこれ店取り上げられるでしょ。いやそれがさ、うん、そのちょっと前に、うん、買ってくれたもんで言ったと。ああ、まあ、たまたまもうじゃあやれよみたいな。そうそうそう。買うわ。たまたまね。たまたま、ね。たまたまね。ああ、だからまあここだけは資産としては自分の会社じゃないから、そう個人資産とか会社。彼女。ああ。買ってくれたもんで、俺が辞めて辞めて、うん。で、そこの。従業員になってるの俺は。そういうことだよね。従業員。他の従業員になってるからね。おお。視聴者の皆さん、まあこれが商売の実態ですよ。はい。まあでも大変だよね。まあ飲食店に限らんと、うん、多分、うん、まあ飲食店はまだ救われとる。うん、あの飲食店出入りする酒屋とか、あの食材屋とかはマジで大変だって聞いとるし、そうか。協力金も手薄いし、まあそんな中で。本当に今例えばマンボウだからって言って、うん、やっとるお店を逆に褒めなかんと。あ経済回してるって言ってた。ああそりゃそうだな。罰金、うん、20万払ってでも、うん、まあまあそうちょっと悪い感じで言ったけど実際閉めとる店も、うん、あ、それで救われとる人たちがいっぱいある。やっとる店がおったらやっとる店で救われとる酒屋もおるしメーカーもおるしなんかそんなあるもんで、うん、だからアイドル、うちは閉めとるけど、アイドル店にはやっぱバンバン行ったってくださいと僕は思います。おそういうことだな。本当にまあそうだね、まあ、みんな個人の利権がいろいろ絡んで、うん、まあいろいろ動いとるもんね、世の中もね。そうそうそう。でも本当これね、大きな話やオリンピックがあるもんね、やっぱ売り作はなるしね、うん、そうそうそう。でこれまた延長するかもしれんとかどうなの。もう決まった。もう確実、もう延長はしない。何や延長するかもしれんとか。結局もマンボウ、三重県はマンボウは4日、1日、20日まで。だからその後に愛知よりこっちの方が楽でしょ。楽で愛知は緊急事態宣言、ね、開けたら今度マンボウになってみたいな感じで、またそこからみたいなちょっと段階があると思うけど、あ、まあ、三重県はとりあえず多分大丈夫じゃないかな。 あと時短要請があるんだったらまたちょっとビアガーデンとかちょっと選ばんわみたいな。選ばんわね、確かに。こんな遊びに来なかったね、まあ、こんな時期であんまりカメラの前で行ったらなんかもしれない。まあまあね、店開いたらお祝いがあったら、はい、よろしくお願いします。はい、皆さんちょっといい話聞いたんじゃないでしょうか。はい、あ、ちょっとじゃあ一つビジネスマッチングちょっとやってますんで、外壁塗装のビジネスマッチングと求人マッチングやってますんで、そちらの方それで同じなのね。そうそう、そうそう、そう、俺の知り合いが求人マッチングを聞きたかったもんで電話した、うんうん、登録しても休止だけども、そんなが今バタバタ来るわけでもない。まだ今有料化してないもんね。今ちょうど作っとる最中なんだから。有料化したらちょっと面白くなって、課金でいっぱい人に見せれるようにとか、自分からスカウトいけるとか、そういうのはちょっと考えとるんだけど、まあ、今の現代から求人出すだけだから、自分から何か動けることがないので、まあ、まずでも載せて求人決まったという子も来るからね、みんな。あ、そう。一応取得のは無料だから、まあいいんじゃないと思う。今いろいろあるじゃん、建築のマッチングアプリみたいなのさ。あるの、うん、結構ある、まあ、そういうの使ったらいいんじゃないでしょうか、うん、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。せーの、またねー、はい見せ来れる勝信おるよあ、ほんと勝信の目見れるよだいぶ治ってるよ。これ YouTube で見たって。生で見れるから。だいぶ、だってもうだいぶ良くなってるでしょ。あれだってもうだいぶもう2週間前だよ。昨日その前に上がってるよ。10日が2週間前だよ。だいぶ良くなってるよ。あ、ほんと。また遊びに行くわ。まあ、本当に見たってその分、勝つのにはお金入ってくるで。毎回見とる。いつも見とる。ああ、ファンがある。男じゃねえのかよ。女じゃねえのかよ。女じゃねえのかよ。女が見ろよ。そういうの言うから炎上するんですよ。確かに。確かに。